スタン・ミキタ・スタン・ミキタは、スロバキア生まれのカナダ人で、プロアイスホッケー選手である。ポジションは、セントアまたは、右ウィング、右打ち。身長5フィート9インチ、体重169ポンド。スタン・ミキタは当時チェコスロバキアのソコルセに生まれたが、1948年に、両親と別れて、カナダのオンタリオ州セント・キャサリンズに移民し、おじ、おば夫妻の養子となった。 ミキタは英語にひどいまりがあったことから友人たちから嘲笑を受けたが、アイスホッケーと出会いこれに熱中することで心を癒したとされる。ミキタは NHL には1958から1959シーズンから参戦し、現役時代のすべてをシカゴブラックホークスで過ごし、1979から1980シーズンをもって引退した。 スタンレイカップにおいては1961年に優勝を経験している。チームメイトには、ミキタの高校時代、ジュニアホッケー時代を通じた同僚で爆発的な得点力を誇ったボビー・ハルがいたため、ともすれば、ハルの影に隠れがちであるが、その評価はハルに劣るものではない。NHL 市場において、賞の獲得総数でも屈指の成績を残している。ミキタは、 卓越した、得点能力、トリッキーなスティック裁きの他にも、自らを制御できるクレバーな選手として知られている。後継の生涯成績の功を見ても明らかなように、三木田は入団当初の数年間は、反則を犯して、ペナルティボックスに入れられる時間が長く起こりっぽい、選手と見られていたが、後にこの愚行を極力減らすことを心がけ、フェアプレー賞である。 レディビン記念賞も二度獲得している。このように三北がプレー態度を改めた背景には、三北が結婚し父親となってから、娘になぜ自分の父親は試合に出てもプレーをしないでボックスに座っているのかと素朴に問われたことがあり、それ以来怒りを抑制してプレーを行うようになったと伝えられている。また、三北は当時はあまり着用するもののなかった自己防止用のヘルメットを 自分用に改良して着用した。現役最後の1979から1980シーズンは、1979年11月に背中の手術を行ったため、わずか17試合の出場にとどまった。引退時点においては、NHL 市場でゴーディハウに次ぐ障害ポイント数を誇った。ミキタは、1983年にボビーハルと共に、 ホッケーの殿堂入りを果たしている。2015年にレビー固定型認知症を発症して療養していたが、2018年8月7日に死去したことが家族から発表された。78歳没。映画、ウェーン、エスワールドにおいて、ドーナツ店のティム・ホートンズをもじってミキとの名前がパロディ化されている。ありがとうございます。